はい、こんにちは、ゲームラックの鈴木です。ということで本日は東京ゲームショー2024やってまいりました。すごい、トレイルブレイザーワールドゲーミングですね。トレイルブレイズ、開拓者となるという単語だということね、はい、今知りました。勉強になりますね。この前、動画が出たかなと思うんですけど、 YouTube クリエイターラウンジさんの方に我々の T シャツをね、飾らせてもらったということで、YouTube さんに、招待をいただきまして、お邪魔させていただいております。はい、鶴崎さん。はい、あれ誰ですか？画面外のカメタピーです。お、出た、カメタピー。いつもゲームラックの、プロデューサーをやってくれているカメタピーが声の出演をよろしくお願いします。よろしくお願いします。東京ゲームショーでは、はい、じゃあ発売前のゲームに試遊ができるコーナーが時々ありまして、はい、そうなんですね。今回はカプコンさんのモンスターハンターワイルズを遊ばせていただけるということで、いろいろと回って見ていけたらと思います。楽しみですね。来年発売モンスターハンターワイルズ、これも、申し込んでおりますので行きたいと思います。鶴崎さん、はい、こちらが第9ホールにある YouTube ゲーミングクリエイターラウンジです。これね、クリエイター T シャツ、我々の、T シャツも展示しております。そうです、いろんなクリエイターの方が発売している T シャツがたくさん並んでおります。そうですよ、こうね、我々だけじゃなくてたくさんの方々がいらっしゃいますね。トモさんとか、個人的に共演したことのあるビートマリオさんとか、そして東京ディスカバリーシティでコラボしますドズルジャさん、はい、こちらも T シャツを、飾っております。すごい、はい、これありますね。これね、僕のサインもね、ここにありますね。まあね、T シャツが、 T シャツあらね、ガタガタでこうなるんだよね。こうなる。ゲームラック並べさせていただきましたと、ね、サインを入れて、こちらね、まあ、この動画出てくる頃にはここに来て写真を撮ってよっていう方もいる方もいますが、楽しんでいただくと思っております。幕張メッセ、大きく2つに会場が分かれておりまして、はい、1ホールから8ホールがいわゆるみんなのイメージする東京ゲームショー、はいはい、ゲームが展示されているんですね。でこちらの9ホールから11ホールが、うん、まあ、例えば物販ですとか、あとはゲームのハードウェアの、まあ、展示だったり、うん、コントローラーとかキーボードとか、まあ、ゲーミングチェアとか、そうですね、そういう周辺機器といいますか、はい、そういうのの展示がたくさんありますね、はい、というふうに分かれておりまして、うん、そういう展示がいろいろあるんですが、はい、せっかくなのでクイズです。クイズ、こちら、はい、ちっちゃいバッグみたいな、はい、東京ゲームショーに出展している、はい、ある企業さんが配っているものなんですが、はい、どこでしょう。どこでしょう。こんなミニバッグなんだこれ。ヒントは素材です。素材、触ってみますか。ビニール系の、なんて言うんでしょう、花火大会とかで敷くようなブルーシートの素材といいますか、そういう感じですよね。それの赤版ですよね。そうですね。ブルーシートが出てくるゲームとかあるか。龍が如くなのでセガ。残念。あら正解は、はい、イケアさん。おー、イケア。イケアね。イケアでした。イケアといえば青いね、ビニールのエコバッグなんですが、まあそれのピンク版がスモールサイズとして配られているということで、イケアさんも東京ゲームショーにそのゲームをする快適な環境を作るみたいな、おー、なるほどね、そういう形でブースを出展してたりしますと。あ、だから実はゲーム会社だけじゃなくて家具とかそういう企業も、まあ、出展しているのが東京ゲームショーの特徴だったりします。すごい、ね、家からゲームをする環境を作っていこうということでね。そうですね。なるほど、すごいですね。そういう企業もいろいろあるのが、まあ、こちらの9番ホール11番ホール側ですと、うん、ということでこれからいよいよ東京ゲームショーらしいというか、みんなのイメージするような1番から8番ホールに行って内容を見てみたいと思います。よっしゃ。
鶴崎さん、これまずですね、はい、手提げ袋を配っているブースに行くと、はあ、とても楽です。手提げ袋ね、これもやっていいですか。テレビのクエスト番組の重大がファイナル記録これが知るタブー寿司どんな、東京パワフルプロ野球、ラビット採用タイトル、やはり e スポーツとしてのリクワイドエンタビューパワフルホームラン王なる種目があるらしいですよ。狙わないといけないですね。イコパークさあこちら、はい、イコパーク、ジムトロックさんかな、イコパークっていうのはね、ラビット採用ゲーム、ラビットタイトル獲得ゲームでございまして、めちゃくちゃ練習しましたから、はい、友人と、はい、もうジャンプの感じとかね、せーのってジャンプしてね、で15分ぐらい練習したりして、めちゃくちゃあのイコパーク物理なら任せろ。我々クイズノックの夏コニー制作チームが作っているレイトン教授、私有100分待つと、すげえ。どうもゲームナックの山本です。山本です。ということでね、かなりこう騒がしい感じになっておりますが、本日はなんと東京ゲームショー2024に来ております。来ました。ここがレベル5さんの、ブースになっております。めっちゃかっこいい。というのもですね、我々クイズノックの謎制作チームが、謎を作りました、はい、レイトン教授と蒸気の新世界がですね、遊べる私有ができるということで、レベル5さんにちょっといただきまして、今回来てるということですね。すごい、めっちゃかっこいいのブースで、まず蒸気出てるんで、マジで超感動してますが、ブースだけじゃなく実際にね、今回はゲームも遊びちゃうということで、僕たちが作った謎がどんな感じになってるのか見ていきたいと思います。ということでやっていくぞ、ということで遊んでいきたいと思います。はい、これ感動ですね。おー、すごい。ここが初メイクみたいですね。エッグマフィン、エッグマフィンさんの工房を探しましょう。町一番の発明家、エッグマフィン。どんなところに住んでいるのか興味深い。この辺は急速に発展している地区で、頻繁に道の構造や建物の見た目も変わっていて、僕には案内できないんです。問題ないよ、現物だけで探してみよう。もしかしてあいつはキングバフンゾー。なんか見たことないものがいっぱいありますね。世界最先端の発展を遂げている。喋ってます。エッグマフィン工房は目立っているからすぐに分かるって言われてましたけど、どれも個性的すぎて判別不能ですね。町一番の発明家と言われてるなら知ってる人も多い。
この辺の人に話を聞いてみよう。はい、先生。おお、これね、おお、すごいね。クイリーですか、完全に。話聞きますか。はい。話でしょうか。それとも。いや、じゃあ、こういうのさ、コインとか探したくなっちゃうよ。話に乗せられてはいけない。申し訳ありません。悪いな、買わないなら邪魔しないでくれ。これは客に、ルーク、客でないと取り合う。ちょっと場所が広がりました。ああ、こうやってね、対応して、いろんなとこ行きね。先生、どうしたの。実は僕も、じゃじゃん。これは不思議な見た目をしているな。はじめまして、ウィンター。旅のお供にコインター。旅のお供にコインター。ルークリオン。ちゃんと挨拶してます。そうなんです。でも、ね、街で、では早速使ってみます。旅のお供にコインター。ウィンター。ウィンター。ウィンター。お疲れ様です。お疲れ様です。どうですか先生、便利でしょ。コインあるんですね。でも、ひらめきコインは謎です。進めていきましょう。あいつは、キングラーの場所、防衛のガンマ。もう謎だ。謎だ。回の形成40グラット。うわー、これ見てるな。作ったの見ましたよ。僕が作ったんじゃないですよね。一緒に見ましたよ、僕ね。虫が通っていて、虫が通っていて、むずいよね。他の点をまたいではいけないんです。こいつとかが限られてるの。一回試しにやってみるか。こうするとあれはやっぱり人間じゃない。なんかダメそう。こいつがダメだ。すみません。じゃあこういい謎ですね。分かる。そう、こいつ引き戻しちゃう。となるとこれ確定で、今度はこいつ引き戻しちゃう。もしかしてあいつは、あれ、ダメじゃん。ダメだ。これをこっちにお願いします。あー、こっちか。確かに。こうするしかない。じゃあ。これが真実だ。来ました。到着あります。謎解明。いいね。楽しい。実際にこう操作しながらあれこれ考えていくというね、ネットを持っていいのですよね。40ピカだとゲット。あれ怪しい。もしかしてあいつがキングダムマン城。
はずがない。何か仕掛けがあったよ。でもあんな動きは人間には。喋った。神秘の部分だ。神秘の部分だ。うわっ、仕掛けを受けてない。かっけー、かっけー、山城かっけー。もしかしてあれ消えた。キングガンマン城なんでしょう。亡霊のガンマン。だが、キングガンマン城には何か目的がある。彼は言っていた。新世界を望むと。それって街を発展させるなということなのか。つまり亡霊ガンマンは急速な発展を妨害しようとした。そもそも地獄だね。さて、今日は帰りますか、先生。怖いのかい、というか、エッグマフィン工房はこの先だよ。予定通りですよ。君が私のこの町に来たり。はい、先生。おお、かっけー。おいだ。楽しい。謎は、正直ね、かなり知ってるんですけど、でも、楽しい。やっぱこう、実際に作った謎が、ゲームの形になって、遊べるようになってると、感動するし、楽しいね。楽しいですね。グラフィックスもいいし、ルークとレイの表情も最高です。はい、これ、楽しみですね。はい、発売してほしい。さあ、カッポンさんのブースにやってまいりました。モンスターハンターワイルズということで、体験できるということでね、早速やっていきたいと思います。来年発売ということでね、プレステのコントローラーの細かい進行が、君のことを聞いて、今日呼ばれたわけだ。なかなかいいですね。金属地の剣だ。千年の昔に滅んだ巨人と立ち入りが禁じられた。今は文献に記録を残す。金属地ってなんか本当にあるんですけど、入ったらヤバいことになるよって言われてる、まあ呪いの地みたいな、実際にありますね、日本に。里に暮らす人々が住む。人々の安全、モンスターの情報。学術院の展開が、すでに滅んでいます。解明しました。森人の里を目指す現地の調査案内役が不可欠だ。君に頼み。
やっぱグラフィックすごいですね。グラフィックすごいですね。このでかい画面でも相当近づいても綺麗に見える。これが銃。砂漠を走行する。
余裕はするやおすすめを聞かせてほしい。ああ、なるほどね。オートマッチみたいな。はい。ああ、なるほど。これをやると多分体験とかになって、これをやると片手剣とかになって。前作とかだと何使ってたんですか？前作は、体験と、総中魂と、狩猟笛と、みたいな感じです。冒険と、みたいな。機動力重視なら、この武器と相性が良さそうですね。やはり価値になりましたね。ということで、この武器を使っていこうと思います。で、ゴール。オート移動、ありがたいね。前作のあのレイズだからあれかガンブレイクの前のライズあライズあれあれかけり虫そうかけり虫ってよく覚えてますかけり虫ってねお供ガルクという、うん、まあ、犬と虫みたいな登場してめちゃくちゃ移動が楽になって全プレイヤー全ハンターを歓喜したというねで今回はこのセクレットというのが完璧にしてくれるみたいなでなるほど。
この後また別の土砂熊討伐の方、はい、この後マルチプレイがあるそうなので、これシングルプレイですか、やはりモンハンの醍醐味と言ってもいいでしょう。これに行っていきたいと思います。さあ、ということで今度はマルチプレイというので、ね、土砂熊討伐というやつです。さっきの武器変えようかな。土砂熊は集団で行動する場合がある。狩猟の際、同時に複数体のモンスターを相手に攻撃を危険とのこと。スリングが大小屋敷なんで、群れを分散させろとの書いてありますね。はい、はい、ライトボード。はい、はい、はい。メインとサブが言ってるんですね。コーラの差し右で。
耐えられるという。すげえ。これをどうしようかな。じゃあ、まあ、メインを体験にしてみましょうか。大きい大ぶりな。はい。で、サブを強制コンで飛んでみましょうか。はい、皆さん。これでやる。慣れてきました。勝手に移動してる。ありがたいね。あれだれだれだ。車馬。はいはいはい。了解した。了解した。いけ。おお。このまま攻撃して始まるみたいですね。で、確かにこれは危ないですね。友人はどれですか？あ、これ使いたい、これ使いたい。ここを合わせておいて、で、集まったところに行こうかな。あ、いけない、行けます。あ、みんなどっか行ったの？解散です。投げるとモンスターがどこに行くか、さっきどこに行くか、それのテーマなんかやばいけど、やばいことあるじゃない。明らかに、なんか、おぉー、ジンキの顔って、自分が落ちますけど、危ない。あれか、あっちか、これ何、攻撃行けるか。
さんと狙っていく。ハレット良かったですね。いやー、よかったですね。いやー、もう写真も自由もめちゃくちゃ楽しみました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。モンハンワイルズは面白いですね。やっぱね、グラフィックがすごい綺麗でね、大きい画面でやったからってもあるんですけど、大きい画面でやっても、荒くなりづらい
あとね、操作性も狙ったらちゃんとそこに当ててくれるみたいなね、こう煩わしさがまたなくなってさらに快適な、狩りができるっていうので、ね、来年がすごい楽しみになる自由でしたね。初めての東京ゲームショーいかがでした？はい、そうなんですよ、初めてなんですけど、いやめちゃくちゃ楽しいですね。特にやっぱフォトスポットで写真撮るとか、そのなんかグッズもらうみたいな、やっぱここでしかできない体験っていうのがねあるんで、もちろん家でねゲームやり込むのもすごい楽しいですけど、こういうところで、ね、やり込んできたゲームのキャラと会えるみたいなね、そういう楽しみ方が一般の方もね楽しめるんじゃないかと思います。瀬崎さんはこの後ももうちょい遊ぶということで、はい、ストリートファイターの私有がありますので、それは勝手に楽しんでいきます。はい、よろしくお願いします。楽しんできてください。はい、ありがとうございます。ゲームラック、これからもどんどん遊んでいきます。よろしくお願いします。チャンネル登録、高評価、コメントなどもよろしくお願いします。それではさよなら。